僕の使用デバイス意外とちゃんとしてますよ。マイクがね、AT20 シリーズ。30か50。どっちかちょっとわかんないんですけど、これ。どっちかで。でこれって、あの、接続部分が USB じゃないんで、それ専用のオーディオインターフェースを買わなきゃいけないんですけど、 そのオーディオインターフェースが、まあ、あの配信者みんな使ってるやつですね。AG、ヤマハのやつ。AG03。で、サウンドカードが、まあ、サウンドカードっていうか、音よくするやつ。あの、7.1ちゃんとか。基本的にイヤホンとかヘッドホンってあの、2つの方向からしか音出てないんですよ。左右合わせて。でそれをあの7方向から。 まあ音を立体的に聞こえたり、音を良くする、あの、やつ。が、あの、ゼンハイザーのやつ。ゼンハイザーの、なんか、有名なやつ。名前は忘れた。調べたら出てくるサウンドカードで。サウンドカードサウンドカードかな多分。ん、2、3万くらいするやつ。 で、キーボードがロジクールのあのワイヤレスのやつ G913? モニターがほら、あ、そう、ベンキ勉強、勉強、そうそうそう、ューの240と1441枚ずつ持っててで、あともう1個。 んあとなんだあとモバイルモニターと、あと、普通のなんか、電気屋かなんかで買ったモニター1個使ってる。で、マウスが、ロジクールの、スーパーライト。G Pro の。めちゃくちゃいい。僕はあの、マウスパッド、アルテーリンみたいな、ゼロみたいなやつ使ってるんですけど、えっとね、 ま、まずこの、マウスパッドもおすすめ。まあ、6000円か7000円くらいするんだけど、でもめちゃくちゃおすすめ。あの、湿気に強い。湿気に強いから、あの、ちゃんと滑る。超おすすめっすよ、このマウスパッド。これに変えて、世界変わったよ。<laughs> いつもあの、湿気なめ悩まされてたんだね。湿気に。特にペ p s やるときとか。それが、この一個で解決した。 イヤホン、イヤホンはね、えっとね、もらったやつ、えっと、えーっと、レーザー。絶対買った方がいい第一位ね。絶対買った方がいい第一位。え、てか、絶対必須第一位はモニター140以上。応答速度1ミリ以下、1ms 以下。で、あの、絶対買う必要はないけど超おすすめなデバイス第一位は、 あの、まずワイヤレスマウ、ワイヤレスマウスを買うんだけど、ワイヤレスマウスの下に引く、充電してくれるやつがあるんだよ。ロジクールなやつで。ではマウスパッドに下に引くと、敷いておくと、マウスは勝手に充電されるやつがあるんだけど、もうそれが第一。ワイヤレスマウスってめちゃくちゃ使い勝手いいんだよ。あの、コードないから。 で、一回ワイヤレスマウス使ったら、もう二度と逃げあ二、二度と優先マウス使う気にならないぐらいいいんだけど、それ敷くと、充電しなくていいから、ずーっとワイヤレスマウスのまま使えるんだよ。絶対買った方がいい。いや、僕、一年ぐらい充電してないですよ。一、二年ぐらい充電してない。一回も。ずーっと、マウスパッドの上にマウス置いてあるだけ。勝手に充電してくれるから。 しかも、そう、マウスパッドを上から置けばいいだけだから、どのマウスパッドにも合うんだよね。どのマウスパッドにも。で、これは、マジで一番、あの、良かった。はい。で、さえ小さくなった。あ、小さいよ。小さいけど、あの、小さいけど、そんな小さくない。言うほど。えっとね、30センチないぐらい。横。 30センチくらいかな。だけど、その上からでかいマウス引いても、あ、でかいマウスパッド被せて使ってる、俺は。ちょっとね、段差になったりするけど、でも結局使うのって、あの、段差ない部分だけだから、十分。